皆さんお忙しい中ご参加いただきどうもありがとうございます。エクスポートリオンラインセミナー、えー、第89回ですね。今日は R の関数と、それからスクリプトを使った機能拡張ですね。エクスポートリの機能をどうやって拡張していくかみたいな話を、えー、とまとめてあの見ましたのであの、それを共有させていただきます。で今日はですね、えっ、ー、とちょっと3人で、えー、とうちの城、えー、と素人 ですね、カスタマーサークセスをやってる素人とそれからあとビジネスディベロップメントをやってる村里それから私 CEO の西田寛一郎3人であの今回の発表をしたいと思いますでえっ、ー、とまあいつ,いつもの,あの自己紹介ですけども私たちの会社としてはえビジョンを誰もがデータをもとにより良い意思決定ができるとあのような世界を作りたいとでそのためには私たちにできるのはデータサイエンスの民主化だなっていうのでこれをミッションとして毎日活動しています であのデータサイエンスワークローですね、なんかまあ質問から始まってで、データにアクセスして、でデータを加工、データラングリングっていったりしますけども、それからデータの可視化、アナリティクス、ここをぐるぐる回してであの、最初の質問に答えれるようなヒント、もしくは知見っていうのをデータから得ていくわけですね。でその得た知見っていうのは、他の人と共有しないと、まあ、あの大抵の場合は皆さん、 他の人たちとと一緒にししようとしてるわけですからこの伝えるってとここも重要ですよとでこの5つのステップっていうのはデータサイエンスにとっては、まあ、どんなデータサイエンスのプロジェクトにも重要じゃないかとでこの5つのことをモダンでシンプルな UI を通してやってしまおうっていうのがエクスパートリーですね。 オッケーで自己紹介は、えっと、以上で、早速本題に入っていきましょう。エクスポートリーオンラインセミナー第89回ということで、今回はです、ね、エクスポートリーでできることをさらにこう、ね、なんかできないことっていうのをじゃあそこで諦めるんじゃなくて、実は機能拡張できるんじゃないか、そんな話ですね。で えとこんな形のアジェンダなんですけどもまずはちょっと R 関数と、まあ、そもそも R とエクスパラというののちょっと関係っていうのを一回最初に押さえてでその上でどういうふうに R の関数をあのなりそれからスクリプトなりを使うと機能拡張していけるのかっていう話をしていきたいと思います。 で R ですね R っていうのは、まあ、実はこれ結構あの昔から長い歴史があるんですけども、え公式リリースっていうのは1995年ぐらいになるんですね、もう彼れこれ30年近く前っていうことですけども、で出た当初っていうのは、このまず R っていう、これなんかこれ実はコンピューターの中で何かこう実行するような,なんかエンジンがあるわけですよね。で、ユーザーの人たちっていうのはどうやってその R のエンジンとこうインタラクトするかっていうと、会話をするかっていうと、これ R コンソールとかっていうのがあって、基本的に まあ、あの文字の画面ですよねでここに何か叩いたら何か答えが返ってくるみたいな形だったわけですね。で、あのとあのここで、まあ、データ分析だったら可視化っていうのがまあ重要だと思うんですけど、それこそ統計系だったらヒストグラムなんかが必要ですよね。でそういうい時なんかででも、ね、ここでヒストグラムの 関数っていうのがあるのでそれを呼ぶと、えー、この別ウィンドウがあってそこにこうデータが可視化されるみたいな,なんかそんな形だったんですねこれはも,うもちろん今でもまあこうやって使うことはできるんですけども、まあ、今時そうやって使ってる人はさすがにいないと思います R の世界 <laughs> でもでなぜならこの第2世代ですね RStudio っていうのが出てきてこれ出てきたのが、えー 公式リリースっていうのは2011年ですねで。ちなみに2016年になって初めてバージョン1.0とかっていうリリースが出てましたけども、まあ、その前からですね、まあ、多くの R ユーザーの人たちっていうのはこの RStudio を使って、まあ、あの R とこう会話をしてたわけですよね。<laughs> で その後ですね、このちょうど RStudio の1.0っていうのが出た頃にですね、エクスプロト y d デスクトップっていうのはこう、R の UI みたいな形で出てきたわけですね。これは私たちがあの、えー、ちょうど起業したタイミングですけども、で、ここでまあ第3世代ということで、エクスプロト r y っていう、もっと UI のツールですね。この第2世代っていうのは、コンソールの第1世代よりももっと使いやすく、それから可視化なんかでもこう、あのもう少しなんかこう分かりやすく、あの効率的にしたような形で、ど しかとこう開発環境みたいなのがすごく良くなったとっいうのは第2世代ですけど、それに対して3世代というのはもっと UI でコマンド書くんじゃなくて感想を直接呼ぶんじゃなくてやってしまうというのがエクスポートリーだったわけですね。で、このエクスポートリーにしても、じゃあその前の世代の RStudio にしても、基本的にやっていることはまあ同じなわけです。っていうのは これはインターフェースであって、ユーザーインターフェースであって、その下,に下っていうのか、裏っていうのか、そこには R の実行環境っていうのがあるわけですね、ランタイムっていうのがあると。で、そこに例えばデータインポートするんだったら、なんかリードアンダースコア CSB とか、なんかまあ数多くの関数を呼ぶわけですけども、のうちを1つを呼ぶわけですけども、まあ、同じこの関数っていうのをこれ R ランタイムに投げてると。 で、例えば計算をしたい。例えばなんか価格に数量をかけて、売り上げっていうのを計算したいみたいな場合なんかでも、R Studio だったら価格かける数量って書くし、エクスポートだったら計算作成のダイアログの中で価格かける数量って書くわけですね。で、結局その処理っていうのはこの R ランタイムの方でされてますよっていうことなんですね。で、データをフィルターしたい時なんかでも同じですね。なので、すべての基本的にデータに関するものなんかは、すべてのことっていうのはこの R の実行環境で送られてて、その UI って もしくはインターフェースっていうんですかねっていうのがまあそのコマンドベースなのか UI ボタンクリックベースなのかってことですねで R っていうのはこれオープンソースでこの CLAN クランとか言ったりもしますけどもっていうあのウェブサイトがあってでそこに行くとまあ R だけじゃなくて数多くのパッケージなんかも見つけます 見つけることがで、きるんですねで今日の時点で1万8,908ですから、まあ、ほぼ2万近くの R のパッケージがあるわけです。で、これですね、ここの部分が R のすごく面白いところだと思うんですけど世界中の人がこうオープンソースで公開していくわけですね。何か作ったものっていうのを。で、その数が考えても見てください。2万もあるわけですね。で、ということはいろんなことができるわけです。大抵のことはもうすでに誰かが作っやってで、パッケージにして、他の人たちも使えるような状況にしてるわけなんですね。なので、ここです。この部分っていうのが基本的にエクスプロ r y を使ってて、 でこういうことできないのかな、なんかできなさそうだけどって言ったときに、これ R の世界ではこういったパッケージがあるので、それを持ってくることによって、エクスポートの中でも、えー、あの特定の機能っていうのはできるようになるってことなんですね。<laughs> で、一つ一つのパッケージっていうのは、この同じクラン、もしくはシランっていうペのウェブサイトにそのページがあって、そこから例えばリファレンス、ドキュメントが見れたりだとか、もしくはチュートリアルを見れたりだとかするわけですね。 でこういったパッケージっていうのを、まあ、インストールして使っていくことになるわけですけども、まあ、これも一緒ですね、RStudio でも Exploratory でも結局、裏ではこのインストールドパッケージとかっていうまあ関数を使って、まあ、パッケージをインストールしていくわけなんですね。で今日もあのこの話をちょっとこの後でデモを交えてやっていきますけども、Exploratory であれば、まあ、もちろんコマンドを叩くっていうよりもこう UI があるので UI のところにパッケージ名をつあの入れてインストールしていくっていうふうなことになります。で、Exploratory の中にはこのユーザーがインストールするパッケージって というのとそれからエクスポートでインストールするともうすでに勝手にインストールされているというシステムのパッケージというのは2つのタイプがあります。で基本的に機能拡張するときというのは自分でパッケージを見つけてきてインストールするしていくのでそういうのはまあ基本的にユーザーの R パッケージみたいな扱いになるわけですね。まあ、グループあのカテゴリーになるわけですね。 でじゃあ、どこでそういった、例えば R パッケージをインストールしたりとかしたんであれば、つまり関数が使えるようになるわけですけども、それどこで使えるのかっていう部分ですね。で、いろんなところで使います、基本的に。ある意味、ど,どこでも使えるんですけども、大きく分けて、この4つかなと思います。1つは R スクリプトを使ったデータソースってやつですね。それから、計算を作成のところで関数、R 関数を呼ぶと。それからデータラングリングのステップ自身っていうのが、実はこれ関数なので、そこの部分で使う。 それから最後にダッシュボード、ノートに関数を使って、ここはどっちかというと可視化する場合なんかよく多いと思うんですけども、えー、使っていくパターンですね、この4つですで。今日はこの4つをもうちょっとこうあの詳細について触れていきたいと思います。それから、How の部分なんですけども、じゃあどうやってこの R, ユーザー関,数これ R 関数っていうのを使えばいいのかとで。それは実はそのまま使えるっていう場合も結構あります。 で中には自分でちょっとエクスポートの中で、エクスポートの中のこうフレームワークの中で使えるようにしなくちゃいけないために、自分でちょっとカスタム関数を作るっていう場合もあるんですけども、これそのまま使うっていう場合は、まず自分であるパッケージを見つけて、で、ここの大体リファレンスマニュアルか、これビニエッテとかっていうビグネッテって書いてますけどもこれ、これチュートリアルってことですね。た多分フランス語かなんかだと思うんですけども。で、ここに行くと、なんか使い方が書いてたりします。こんな感じですね。 でここを見ると基本的にあの、まあ、何か引数を取って何か値を返すみたいなものであればあそのまま使えるじゃん。であれば単純にこのパッケージをインストールしてもういきなり計算の作成のところでその感想を書けばいいと。でこういう場合がもうすべてであればいいんですけど残念ながらそうじゃない場合もあると。でそういうい時はエクスパートの中で このスクリプトエディターっていうのがあるのでそこでこう関数をあのとして書くわけですね。でそうするとこの関数を定義するってことになるんですけどもこの定義すれば さっきの計算を作成の中で、もしくはステップとして呼ぶことができるようになるということですね。今、ちょっと駆け足でこの話をしましたけども、このそれぞれもうちょっと詳しい話っていうのもこの後で話していく予定です。なので、今日のこれからです、ね、のセミナーの中で、この R スクリプトデータソース、計算を作成での R 関数を使う、それからラングリングのステップで R の関数を使う、それからダッシュボードノートのところでもまた R 関数を使って可視化をしていくっていうのを、この 機能拡張についいいててこれから話していきたいと思います。で、ちょっとここからですね、えー、とうちのカスタマーサークセスの素人にバトンタッチをしていきたいと思います。じゃあ、はい、高田よろしくお願いします。 はい。それでは、ここから私、素人の方から、ね、あの、担当させていただきますで。まずはですね、データアクセスの R スクリプトデータっていうところからお話をしていきましょう。で、この先ほど4つ紹介させていただいた中での、今回はこの1つ目の R スクリプトデータソースというものになるんですけども、エクスプローラーというのは、このファイルだったり、クラウドアプリケーションデータ、そしてデータベースなどのですね、様々なデータソースがサポートされています。 ただですね、サポートされていないデータにはですね、アクセスができないというわけではなくて、先ほど紹介したように R スクリプトっていうのを使うことでインポートしていくことができます。で例えばなんですけども、エクスプローラーというの UI でサポートされていない XML だったり PDF、そして すいません。eSAT だったり、ジラといったデータがあったとしましょう。で、これらのデータをインポートしたいとした際に、これらのデータを簡単に取得するために、この R パッケージっていうのがオープンソースとして公開されていることになります。なんで、これらを使っていくと、エクスプローラというのは実際、ね、カスタマーアルスクリプトの方から簡単にデータを取ってくることができるんですけども、もしですね、あの、Google などで、あの、自分が 取得したいですね、データソースのパッケージがあるかを調べたいときは、Google などでデータソース名と、そして R パッケージと検索していただくことで、まあ、大抵の場合はですね、この該当する R パッケージはご確率で見つかるかと思います。で、今回の場合はですね、あの政府が公開している eStats っていうところからデータを取得していきたいです。 eStats の方ではでは、ね、Excel ファイルなどを直接ダウンロードして、そのまま Excel ファイルを Explorer というとにインポートすることもできるんですけれども、今回は eStats API という機能があるので、eStats からデータを直接インポートしていきましょう。 で、その際に使えるのが e s a t API パッケージというものがあります。で、この e s a t API パッケージは、広脇優太にしが開発された R パッケージで、この e s ス a t s っていうところから API 経由で簡単にデータを払拭していくことができます。じゃあ、こちらので,ですね、e s a t API パッケージをエクスプローラーというの方にインストールしていきましょう。じゃあ、まずはエクスプローラーというの方に行きまして、あの、このプロジェクトが開かれているような状態になっています。 で、プロジェクトの左の方にメニューがありまして、ここから R パッケージの管理っていうのを押していきましょう。で、そうすると R パッケージを管理のダイヤログが表示されまして、このパッケージをインストールっていうところですね、あの、自分がこれから使っていきたいパッケージをインストールしていくことになります。で、今回、この e s API パッケージに関しては C 欄4で公開されているものになりますので、ここに eSUT API といった形で入力をしていきましょう。で、これでインストールボタンを押すことで、この一切 ESAT API パッケージを C 欄から直接ですね、インストールしていくことができます。で、インストールが開始したら、この ESAT API のインストールに成功しましたと出まして、このインストール済みパッケージのところに、この ESAT API のところにですね、チェックボックスがついていれば、このプロジェクト内でこの e s ー t API をですね、使っていくことができるようになりました。 じゃあですね、このイン s t a t s API のパッケージを使っていきたいんですけども、どのように使っていくのかというところをお話ししていきましょう。でこの知覧で公開されているパッケージであれば、このパッケージの概要をまとめたページというものが存在します。で先ほどちらっと紹介がありましたが、こういったあのマニュアルなどを見たい場合には、大体の場合、このドキュメンテーションというところにリファレンスのマニュアルが入っています。でこの マニュアルをです、ね、開いていただくと、この PDF 形式であの確認することができるんですけども、この PDF の場合はです、ね、タイヤの場合、英語で書かれているドキュメントとなっています。でここまであの使っていくこともできるんですけども、パッケージによっては、日本語で書かれたドキュメントなども存在するので、こういったあの日本語のドキュメントがいい場合は、ですね、こちらを探してみていただけたらと思います。 で今回、印刷 a API の場合は、日本語のドキュメントから使用方法が確認できまして、統計データというのを取得したい場合には、この印刷ゲットスタッ t データ t s d a というです、ね、関数を使用していくことになります。じゃあ、この関数あの、どのように使っていくのかというとです、ね、この e s t a t ゲットスタ t a t s d a のその後にですに、ね、引数が2つあります。1つ目が AppID というものと、あともう1つがスタッ t データ i d というものになっています。 まずこの AppID に関しては、アプリケーション ID というのをですね、印刷の API の方から取得する必要がありまして、その API を取得するためには、印刷 API の利用ガイドに行っていただくと、ユーザー登録を行いたいだとか、あとはアプリケーション ID を取得することができるようになっています。でユーザー登録が終えましたら、このマイページの方に API 機能、アプリケーション ID の発行というものがありまして、ここから アップ ID、アプリケーション ID を発行した際にあの生成されるこのアップ ID のキーっていうのを使ってデータをインポートしていくことになります。のでこのですね、アップ ID っていうのを先ほどのこの1冊ゲットスタッツデータのアップ ID のところにですね、あの指定をしていくことになりますと。じゃあ次にこのスタッチデータ ID っていうのは何になるのかっていうとですね、この場合は1冊のデータセットにあるですね、統計表表示 ID というものがありますので、こちらを指定していくことになります。 実際にですね、このインスタ t の API 機能を使って、あの、データを取得していきましょう。新しく、あの、パッケージとして追加したもので、あの、インポート、データをインポートしていきたい場合には、このデータフレームのプラスボタンから R スクリプトっていうのを選択していきます。で、そうすると R スクリプトデータフレームというものが表示されますので、先ほどの R スクリプトをですね、コピーをしていきましょう。 でそうすると、この eStats Get Stats Data というものを使っていくんですけども、ここの AppID に関しては、アプリケーション ID を指定していくことになります。でこちらについてはです、ね、先ほどの,あのウェブページの方で、マイページのアプリケーション ID の取得というものがありますので、この AppID の部分をです、ね、コピーをしていくことになります。でこれでコピーができましたら、先ほどのアプリケーション ID のところをです、ね、削除して、ダブルコーテーションで囲ってあげる必要があるんですが、ここにアプリケーション ID をです、ね、指定をしていきましょう。 でその次には、ですねこのスタッ t データ i d というところに指定をしていくことになるんですけども、統計データの ID というところに関しては、ちょっとまた Web ページの方に行きまして、今回はこの人口の、日本の人口のデータを使っていきたいと思います。で、この中にですね、下の方に行っていくと、統計表表示 ID というものがありますので、今回はこれをですね、使っていくことになります。 口はコピーしてです、ね、先ほどのスタ a データ ID というところを一度削除して、ここのダブルコーテーションで囲ってあげて、先ほどの統計表表示 ID をベースとしてあげましょう。実はです、ね、これだけで、イ t a t ツの,の API 機能を使って簡単にデータを取得していくことができます。でこれで実行をしていくとです、ね、この人口のデータというのをです、ね、あの簡単にあのインポートすることができます。 じゃあ、この状態で保存として、日本の人口データとしておきましょう。で、作成をしていくとですね、この一冊の方から簡単にデータを取得して、あの、エクスプローラテーの方にインポートすることができました。 でこの後はですねあの、例えばデータを加工してあげたりだとか、もしくはチャートだったり、アナリティクスを使って、この人口のデータをです、ね、あの深く見ていくことができたりします。今回はですね、細かくは紹介しないんですが、こういった形で一冊か簡単にデータを取得することができましたと。 で、今回紹介したような形でですね、あの、R パッケージを使うことで、エクスプローラーというのはサポートされていないデータでも簡単にインポートしていくことができました。で、これでの、今回紹介させていただいた、インスタ a p i を使ったデータの取得の詳細についてはですね、今回は簡単に紹介させていただいたんですが、あの、大体1時間近く、あの、使ってですね、あの、詳しく紹介したセミナーがありますので、興味がある方はそちらをご覧ください。 で探し方に関しては、このエクスプローラーのホームページを学ぶの下にあるオンラインセミナーを開いていただいて、その中にですねこの政府のオープンデータ一冊の活用といったセミナーがありますので、ぜひそちらを見てみてください。 で今回紹介した1冊以外もですね、R スクリプトを使ってデータをインポートするものがいくつかノートがあります。で、それらを参照されたい場合には、マナブの下にあるチュートリアルっていうのを開いていただいて、このデータソースの中にですね、R スクリプトっていうものがありますので、こちら開いていただくと、JIRA からデータをインポートしたりだとか、PDF からテキストを読み込む方法などがありますので、ぜひそちらの方もご確認ください。 というところで、データソーースに関してはデータアクセスの R スクリプトデータに関しては以上となりまして、ここからラングリングの方に入っていきましょう。でラングリングの中でも、まず1つ目として、計算の作成についてお話をしていきます。でこの計算の作成の方に入っていくんですが、今回使用していくデータは、Airbnb の,の宿泊施設データというのを使っていきます。 1一位は1宿泊施設のようなデータとなっているんですけども、今回、ですね、この Airbnb のデータを使って、最終的にはですね、このメッシュマップで宿泊施設っていうのを、ね、可視化をしていきたいです。でこのメッシュマップ、可視化をするためには、ですね、ここのキー列っていうところにです、ね、このメッシュのコードっていうのを指定する必要があるんですけども、今回のデータ、メッシュのコードはあの存在していませんでした。 なんで、メッシュマップで可視化をしていくために、この緯度だったり経度っていうのを元にして、メッシュコードっていう例とですね、生成する必要があります。 でこのメッシュコードを生成していくために便利なパッケージがありまして、JP メッシュといったパッケージがあります。で日本でもですね、の R のパッケージを開発するあの方で有名なウユウさんという方がいらっしゃるんですけども、この方からですね、日本国内で利用される地域メッシュを R から容易にであの利用可能にするパッケージをあの作成してくれていまして、この JP メッシュというパッケージを使うことで、移動経路から地域メッシュへの変換があの簡単に行えるようになっています。 JP メッシュのパッケージもこの後インストールの方をしていくんですけども、この JP メッシュのパッケージのドキュメントをです、ね、見ていくことで、使用方法を理解することができます。で今回は、このけ度と緯度からメッシュコードが生成できるコース o メッシュといった関数をです、ね、利用していくことになります。でこのコース o メッシュといった関数に関しては、このけ度と緯度を指定するだけで、あとはです、ね、もうあのメッシュのコードっていうのをです、ね、生成してくれることになりますと。 では実際こちらやっていきましょう。ですね、エクスプローラーとの方に戻りまして、今回はこの Airbnb の東京の宿泊施設データっていうのを使っていきましょう。で、このデータの中にですね、この緯度と経度といった列がありまして、メッシュコード自体はですね、まだデータとしてないので、この緯度と経度からメッシュコードの列を作成していきたいと思います。でその前にですね、先ほどの JAP メッシュといったパッケージを紹介させていただいたんですが、こちらはですね、あの、インポ インストール、エクスプローラーというの方にインストールしていきましょう。で、その場合には、このプロジェクトメニューのところから R パッケージの管理っていうのを選んでいきます。で、ここはですね、あのパッケージのインストールというところで、この C ライに対して JP メッシュといった形であの指定をしてインストールを行うことで、この JP メッシュのパッケージがインストールができます。 で私の場合はですね、すでにこの j p メッシュあのパッケージをインストールしていましたので、この j p メッシュのところにチェックをつけて、OK ボタンを押してあの、クリックしていきましょう。これで j p メッシュのパッケージをですね、このプロジェクトの方で使っていくことができるようになっています。じゃあですね、ここから移動経路をもとにですね、あのメッシュコードの列を作成していくんですけども、今回ですね、このメッシュコードっていうのは、一つの列として計算結果を変えることになります。 でそういった一つの列として、計算結果を変えるあのような処理をしたい場合には、計算を作成というのを使っていくことになりますと。じゃあ、この井戸の列から、計算を作成というのを押していきましょう。でそうすることで、この計算を作成のダイアログというものが表示されるんですけれども、この計算エディターのところで、先ほどのコーズ・トゥ・メッシュという関数を使っていきたいと思います。ではここに go to メッシュといった形で関数をして、あの、入力していきましょう。で、引数としては2つありまして、このカッコの中に最初にですね、この経度っていうのを指定します。その次の2つ目の引数としては、ここにですね、緯度というものを指定するだけになります。これだけで、この経度と緯度をもとにメッシュコードの、あの、列をですね、生成することができますので、列名にはメッシュコードと指定をしていきましょう。で、これで実行ボタンを押していきます。 そうすることで、この経度と井戸から、新しくですね、メッシュコードといった列が作られることになるんですけども、これで、そろそろ多分、列が作られるかと思います。 で、これでですね、メッシュコードを作成した後にはですね、あの、メッシュマップっていうのを、あの、使って可視化をしていくことになるんですけども、この作成されたメッシュコードの列がですね、あの、ちょっとこれがですね、データタイプっていうのがメッシュコードのベクターズみたいな形になっちゃってしまっているので、これはですね、キャラクター型に変えてあげましょう。で、ちょっと今回の場合はですね、このステップのところから計算を作成の、ちょっとの列っていうのを使っていきます。 ちょっとこのメッシュコード、あのデータタイプがですね、メッシュコードといったあのデータタイプになってしまっているので、この計算エディターのコインア a キャラクターというものを使用して、このメッシュコードといったデータを指定しましょう。で、そうすると、この AZ キャラクターというのがデータタイプをあのキャラクター型に変換してくれるものになるんですけども、このメッシュコードのデータタイプをあのメッシュコードからキャラクター型に変換してくれることになります。で、既存のデーを上書きにして、このメッシュコードを指定した状態で実行していきましょう。 でそうすることで、このメッシュコードの列がです、ね、あのキャラクター型になっていることが確認できました。あとはですね、チャートの方で可視化をしていけばいいことになるんですけども、チャートの方に移っていきます。で、今回ですね、タイプのところに、地図にはですね、いくつかタイプがあるんですけども、今回は地図の拡張っていうのを使っていきます。で、なぜならですね、今回、あの東京の、ね、1km メッシュマップっていうのを使っていくことになるんですけども、デフォルトではこの 1km 1メッシュマップっていうのは UI の方ではサポートされていません。で、今回ですね、このエリアタイプのところに13東京 1km っていうものがあるんですけども、これはですね、あのー、スライドの方で簡単に紹介させていただくと、この地図の拡張っていうのを使うことで、あのー、画面の方で公開されているジオジェイのですね、あのー、地図の情報ですね。 インストールすることができます。で、今回は東京都の 1km メッシュマークは G 空間情報センターというところが公開している GoJSON のものをですね、あのダウンロードしてエクスプローラーというのをのインポートしています。で、そうしていただくと、このエリアタイプというところにこの13東京 1km というものが指定されることに指定できるようになりまして、このキー列というところにですね、先ほど作成したメッシュコードという列を指定していきたいんですけれども、このチャートピンというものが このステップの1番目に紐もついているので、このステップの3番目に紐付けてあげましょう。これでこのキー列っていうところにメッシュコードの列を選択できるようになりました。で、これで指定をしていくとですね、あのせいぜいの 1km でのですね、メッシュに分けた上でのこの 医療で分割のところや業の数で。今回の場合は 1, 行1宿泊施設になっているので、それぞての地点での,の宿泊施設っていうのを可視化することができるようになっています。で見ていくと、ですね、この新宿のところにですね、この物件の数、宿泊施設の数が多いというのを、ね、このメッシュのマップを使ってあの確認することができました。で今回ですね、紹介させていただいたただように、 この JPMesh といった関数、あのパッケージを使って、交通メッシュという関数を使うことで、この緯度経度からですね、メッシュコードをですね、列として作成することができました。で、そうしてあげることで、メッシュマップを使ってです、ね、可視化をしていくことができるようになります。で、今回、簡単に紹介させていただいたんですが、詳細にていては、メッシュマップの作り方というところで、あの今回のですね、東京の 1km メ,メッシュマップの,あのダウンロードのページなどもです、ね、公開されているところあの、紹介しているノートがありますので、そちらをぜひご覧いただけたらと思います。では、次にです、ね、ラングリングのステップの方に移っていきましょう。でこのラングリングのステップに関しては、この4つある中の,です、ね、この3つ目のラングリングのステップというものになるんですけども。 このですね、あの、エクスプローラというの方で何かデータを確保、整形をした処理をするとですね、ステップっていうのが使われるんですけども、それぞれのデータランクのステップは R の関数であると言えます。例えば、このマーケットがアジアのみのデータにですね、フィルターをしたとしましょう。 そうすると、このフィルターをしたステップのタイトルにアウソを重ねていただくと、関数というものが表示されまして、関数というのは何が使われているのかというと、このフィルターという関数が使われていることが確認できます。で、もともとはですね、このマーケットには北米だったり、アジア、ヨーロッパといったいくつかのマーケットがあったんですけども、このフィルターでマーケットがアジアと指定することで、このマーケットがアジアだけのですねデータに絞り込むことができるようになっています。 それ以外もですね、例えばデータを集計して顧客ごとの売上高だったり数量を求めたとしましょう。そうした時も同じくですね、この集計したステップのタイトルにマウスを重ねると関数というものが表示されましてこの集計の場合はサマライズグループという関数が使われていることになります。 もともとはです、ね、この1行が1明細のようなデータからこのサマライズグループといった集計をするための関数を使うことで1行、1顧客にした上で売上だったり、水曜を求めていくことができるようになっていると。例えばなんですけども、こういったですねあのステップ、集計のステップをですね R コマンドの変換というのをしてみたとしましょう。 でそうするとカスタム R コマンドといったダイアルグが表示されましてその中に集計するための先ほど紹介したサマライズグループという関数が使用されていることが確認できます。 つまりはです、ね、この計算作成というものに関してはです、ね、あの渡された列っていうのを元にして、処理した結果をです、ね、列として返す関数,あの,関数のことをです、ね、計算を作成といたします。でもう一つ、あの先ほど紹介したようなフィルターだったり集計のものはです、ね、ラングリングのステップとして、渡されたデータフレームを元に、処理した結果をデータフレームとして返すような関数のことをラングリングのステップと言います。 で、計算を作成の場合には、先ほど紹介したような形で、例えば、あの、売上割る水曜みたいな形で計算をした際には、結果として一つの列として変えることになるので、そういった場合には、計算を作成が使用されますと。で、もう一つ、ラングリングのステップっていうところで言うと、集計だったりフィルターっていうものを先ほど紹介させていただきましたが、データフレームを受け取って、データフレームを返すような処理のことをラングリングのステップと言いますと。 でこのラングリングのステップの関数の場合はですね、あの先ほどもちらっと見えたこのカスタム R コマンドっていうのを使って、なんか関数を呼び込んでですね、あの計算をしていったりデータを加工を請求していくことになります。じゃ今回ですね、このカスタム R コマンド、あのデータラングリングのステップっていうものをですね、あの紹介していくんですが、今回使っていくのが宿泊情報データっていうのを使っていきましょう。 で、こちらはですね、一行が、あの、予約 ID ごと、で、なおかつ、チェックインとチェックアウトごとの日付が入っているようなデータだと思ってください。で、すべての脈で,ですね、このチェックインとチェックアウトの日付があるんですけども、今回やりたいこととしては、日ごとの宿泊施設、宿泊施設数の推移っていうのを可視化をしていきたいです。 で、このデータをですね、そのまま、あの、ラインチャットで、X 軸に日付、Y 軸に業務活動として、宿泊数の、あの、推移を可視化してみたとしても、日ごとの宿泊室宿泊施設数の推移は可視化ができていません。で、なぜなら、一つこのデータの問題としてはですね、データとしてあるのが、このチェックインした日と、チェックアウトした日しかありません。そのため、この9月20日から9月27日までの、 この間にある行数、間にある日付というのは、先ほどのこのチャートだとカウントされていないことになります。つまり、あのそのためです、ね、今回の場合は、この9月20から9月27という形でチェックインした日とチェックアウトした日の、その間の行動で,で、ね、生成していかないとあの、しっかりとした日ごとの宿泊支出というのは可視化ができないと。 そのため、この予約の ID ごとに、チェックイン日とチェックアウト日の間にある期間を日ごとの行として生成したいです。例えば、この人で言うと、9月20から9月27まであの期間滞在していることになりますので、このチェックインとチェックアウト、その間にあるこの期間ですね、行として生成したいことになります。 で、その次の行の、あのー、次の人も同じくですね、このチェックイン日とチェックアウト日の間にある時間っていうのを日ごとに行として生成していきたいです。で、これをやるためにはですね、2つの日付間の行を生成するためには、コンプリート関数っていうのを用意していくことになります。で、コンプリート関数の使い方に関しては、タイディアといったあるパッケージの方でドキュメントから確認することができまして、このコンプリート関数をですね、今回は使っていくことになりますと。 でこのタイディアといったパッケージについては、ですねあの最初の方に冒頭で紹介させていただいたように、e x p l o r e ーというのをデフォルトでパッケージをインストールしているものがありましたと、でこのタイディアもです、ね、このシステムとしてすでにあのインストールされているようなパッケージになりますので、新たにこの C ランからパッケージをインストールするという必要はありません。じゃあですねこの あのー、コンプリート関数を使ってやっていきたいんですけども、まずはですね、予約 ID ごとにチェックインとチェックアウト日の間の行っていうのをですね、生成していきたいので、まずはこの予約 ID の列からグループ化っていうのを実行してあげる必要があります。で、そのグループ化ができた後はですね、予約 ID ごとの計算になりますので、ここからコンプリート関数を使っていくことになると。 じゃあ、コンプリート関数、どのように使っていくことができるのかっていうとですね、コンプリート関数を使って2つの日付間の行を生成するためのシンタクスとしては、このような形となっています。まずは、コンプリートという関数を使って、あの対象となる列っていうのは日付列を指定しますと。で、ここの後にですね、あのー、セックっていう形で、シークエンスの訳ですね。シークエンスっていう形で、スタートの日とエンドの日っていうのを指定しますと。 でその後にあのに、ー、この日付、あのー、行を生成することになるんですが、その単位は何にするんですかという形で書いていくことになります。で今回の場合はあのー、この式を使ってです、ね、チェックイン日とチェックアウト日の間の行を生成していくことになります。対象としてはです、ね、このコンプリートの中に日付といった あの、列がありましたの、ね、で、この日付を対象に、あの、行を生成していくことになります。で、このセックっていうところで、min の日付、max の日付としているんですけども、それぞれのグループごとの最小の日付と最大の日付、で、その間の行を生成するということになっています。じゃあ、その日付の生成する単位としては、今回の場合は1日単位で生成したいので、by イコール day という形に指定していることになりますと。じゃあ、実際にですね、こちらをやっていきましょう。 エクスプローラークの方に行きまして、今回はこの宿泊情報データっていうのを使っていきます。で、データとしてはですね、先ほども紹介したように1動画、1行が1予約 IT で、なおかつチェックインとチェックアウトの日ごとにですね、業があるような形となっています。で、まずはですね、この予約 IT ごとにあの計算をあの 日付の間、間の日付の行を生成していきたいことになりますので、この予約 ID といった列からグループ化っていうのを選択していきましょう。でそうすることで、この予約 ID ごとにグループを作ることができました。で、その次にですね、コンプリート関数といったものを使っていきたいんですけども、今回の場合は新しく列を作成、新しく一つの列を作成するっていうわけではなくて、それぞれの チェックインとチェックアウト日の日付の期間っていうのを行として生成するような関数になりますので、計算を作成ではなくてデータラングインのステップとして実行していくことになります。で、その場合はですね、データラングインのステップとして実行したい場合には、このカスタム R コマンドっていうのを使っていくことになります。 で、そうすると、このカスタマールコマンドのダイヤルは表示されますので、ここに対してですね、先ほどのコンプリート関数をですね、あの、指定していくことになります。で、事前にですね、私の方で、用意を、こちらの式を用意させていただいていますので、これをコピーして貼り付けていきましょう。で、そうすると、このカスタマールコマンドのところには、コンプリートといった関数を使って、この日付の、あのー、日付列を対象として今日を生成するんですよ、と。 で、先ほども紹介したように、チェックの min と max で、静けの単位としては、デイといった形にすることで、このチェックイン日とチェックアウト日の期間をですね、あの行としてあの生成することになります。では、この状態で実行をしていきましょう。 いいたしました。しししまそううすすると何かが欲しくなっていたようですこちらのデイがあのダブルコーテーションがしっかりと認識されていなかったので、こちらダブルコーテーションでしっかりと認識させるようにして実行してみましょう。そうすると問題なく実行できるはずです。でこうすることで、ですねあの、このコンプリート関数っていうのを使って、チェックインとチェックアウト日の日付の行っていうのを機体で生成することができるようになりました。 で、見ていくと、この9月の20から9月の27しかですね、先ほどは行がなかったんですけども、その間の9月の21から9月の26日までの行がですね、生成されていることが確認できました。で、こうしてあげるとですね、あの、先ほどの、あの、ラインチャートを使って、それぞれの仕事の宿泊、宿泊室数っていうのを可視化ができるようになります。 で、元々はですね、こういった形でラインチャートが描かれていたんですけども、このチャートはですね、それぞれのチェックインした日とチェックアウトした日だけがですね、行の数として可視化がされていたことになります。で、これはですね、先ほどの,あのコンピュート関数を使って日付ごとに行を生成したステップに紐づけてあげると、そうすることで、このラインチャートっていうところも、この日ごとにですね、宿泊室数がどれぐらいあったのかっていうのはですね、可視化ができるようになりました。 で今回紹介させていただいたような形で、あのー、まずはですね、コンプリート関数を使って、あのー、このづけ感のですね、今日を生成するというところを紹介させていただきました。で、今回の場合は、データ欄あのー、列として新しく何か計算処理をした結果を返すというわけではなくて、あのデータフレームとしてですね、あのー、 受け取った結果をデータフレームとして返すような処理だったので、今回のようにカスタム R コマンドっていうのを使って処理をしていたことになります。ですね。これらの、この R スクリプトを使ったデータランクリングに関してはですね、ハウトチュートリアルの方から このラングリングの中の R スクリプトっていうところを見ていただくと、今回紹介させていただいたコンプリート関数だったり、他にもですね、名刺マップの作り方だったり、他にもたくさんのですね、R スクリプトに関するノートを確認することができるようになっています。 で今回ですね、ちょっとあの時間の関係上紹介しきれなかったんですけども、今回はですね、このラングリング以外にも統計的検定を行ったりだとか、アナリティクスのモデルを作るというのを R スクリプトを使ってやっていくこともできたりしますで。それらのですね、ノートについては学ぶの下にあるハウトゥチュート o へのアナリティクスの下にある R スクリプトというところからですね、ご確認いただけるようになっております。 ではですね、ここからカスタマー R 関数の作成というところに移っていきましょう。で、先ほどですね、ハウっていうところで、どのようにユーザー R 関数を使えるのかっていうところで、2つ、あのー、タイプがありました。そのまま使うっていうものと、エクスプローラットリーの中で使えるようにカスタマー R 関数を作るっていう2つのパターンがあったんですけども、今回はですね、この2つ目の方になります。 でこの2つ目の方に行くとですね、こういったスクリプトっていうのをですね、あの登録することができて、そのスクリプトを登録したものをですね、あの関数として呼び出して、計算を作成だったり、先ほど紹介したカスタム R コマンドの方から実行していくことができるようになっています。で今回はですね、先ほど使っていた AIRBNB の特許の宿泊設データっていうのを使っていきたいと思います。 でこのデータを使ってです、ね、やっていきたいのが、例えば皆さんも東京駅付近に出張で行くことになったとしましょう。でそうした際に、この東京駅の付近にある Airbnb の宿泊施設の情報を調べたいと。で今のデータの中にはです、ね、それぞれの宿泊施設の緯度だったり、経度の情報がありますと、じゃあ、この緯度と経度の情報を使って、この東京駅の緯度,経度,であの経度と緯度という情報をもとに、各宿泊施設と この東京駅の距離を求められないだろうかと。で、そういった時にはですね、ジオスフィアといったパッケージを使うことができまして、このパッケージではですね、地理情報、経度だったり移動をもとに2つの地点間の距離をですね、算出することができる R パッケージとなっています。で、このジオスフィアのパッケージに関しては、シーラーの方からあの公開されているものになりますので、シーラーの方でジオスフィアという形で指定してインストールしていくことになります。 でこの R パッケージもですね、ドキュメントがありますので、このドキュメントを見ていただくことで使用方法を確認することができます。で、今回の場合は、ディストハーバー社員といったですね関数をしてあの使用して、2つの地点間、経度と移動をもとに距離を算出していきたいと思います。で、このディストハーバー社員といった関数をですね、計算作成を使って求めていくこともできますと。 ただ、この関数を使うたびにです、ね、この計算意見を見ていただくとわかるかと思うんですけど、結構引数がたくさんあったりします。でこの引数をですね細かくあの毎回のように指定していくのは大変ですよね。でそうした時に使えるのが、スクリプト関数として登録しておいて、あの簡単に呼び出せるようにするといった機能です。 このスクリプトを登録しておいて、あの、登録しておくことで、距離を求めるための関数っていうのをですね、簡単に呼び出して実行することができます。もともとはですね、このディストハーバー e s t c といった関数を使って、細かく引き数を指定していかないといけなかったんですけども、これはスクリプトとして登録していくことで、結構このゲットジオディスタンスといった関数を作ることになるんですけども、あの、引き数としてはかなりシンプルになって、あの、簡単に実行していくことができるようになると。 でこのスクリプトの登録に関してはです、ね、このスクリプトのプラスボタンというところからスクリプトを選択してあのやっていくことになりますと。で今回、このジオスペアパッケージの使い方のノードについてはあの、見えない見えなになってしまうんですけど、英語の方で公開をしております。 でこの公開されている R スクリプトっていうのをですね、このスクリプトのエディターの方にコピーをしていけば、この,使あの作成したスクリプトっていうのをですね、いつでも関数として売り出せるようになっていますと。じゃあ、こちらのノートの方をまずは見ていきましょう。でこのノートになるんですけども、ここにですねあの、先ほどの距離を求めるためのスクリプトっていうのがですね、すでにあの公開されています。 で、こちらをそのままコピーをして、先ほどのエクスプローラーというの方のスクリプトというところに登録をしていきましょう。このスクリプトボタンを押して、スクリプトというのを指定していきたいんですが、一つすみません、忘れていたものがありました。この R パッケージの管理というところで、ジオスペアといったパッケージをですね、あのインストールしなければいけなかったです。ここにジオス といった形でインストールすることで,です、ね、このジオスフアパッケージがこのプロジェクトで使えることになるんですが、今回の場合、私の方ですでにパッケージをインストールしていたので、このインストールツインパッケージのところでチェックをつけて OK をしていきましょう。でそうすることで、ちょっとこれはよかしておきましょう。そうすることで、これですね、あのジオスフアパッケージをです、ね、使っていくことができるようになりました。まずはです、ね、このスクリプトを登録をしていくことになります。 でスクリプトを登録するとですね、この、あのー、スクリプトを、ね、エクスプローラーというの内で呼び出すことができるんですが、今回はこのエクスプローラーと以内で使う Get Geodistance という関数が作られることになります。でこの数を使っていくことで、あのー、2地点の距離を求めていくことができるんですけども、その際にですね、今回作成した Get Geodistance という関数のシンタックスになるんですけども、あのー、地点 A と地点 B の経度と緯度というのをです、ね、情報としてあの入れることになり引き数として入れることになります。でその後に求めた距離というのはどの単位にするのかというところは、ユニッツっというところにです、ね、イコールキロメートルとしてすることで、あのー、2つの地点の距離を求めた際にキロメートル返すという形になります。で今回やりたかったのが、この各宿泊施設というのが地点 A。 で、地点 P っていうのが東京駅のあの、経度と緯度というものになりますので、このような形で関数を、関数の引数にですね、指定をしていくことになります。で、これで,ですね、スクリプトのプラスボタンをあの押すことで、このスクリプトっていうものが表示されます。で、このスクリプトに対してですね、あの、ジオディスタンスといった形で、こちら名前を2のものをつけていきましょう。 で、そうすることで、このスクリプトの,あのエディターの画面が表示されますので、ここに対してですね、あの、先ほどの Get GeoDistance のコピーしたものをですね、貼り付けていきます。で、これで貼り付けてですね、あとはもうこのまま保存ボタンを押していきましょう。で、そうすると、このスクリプトー検証剤正常に保存されましたと表示されました。で、あとはですね、ここから実際に使っていくことになるんですが、Airbnb の東京の宿泊設データの方に移っていきましょう。 で、ここから実際に使っていくんですが、このメッシュコードが再度、あの、実行され、プロジェクトを開き直したので実行されちゃっていますね。で、ここから実際にやっていきましょう。で、ここからですね、計算を作成という形で、あの、やっていきたいので、まずは以上の列からですね、計算を作成というものを選択していきましょう。で、そうすると、計算を作成のダイアログというものが表示されるんですけども、この計算一件のところにですね、先ほどの、あの、関数を 関すると引数をです。ととを指定していいいきたいと思いますちょっとこちらをあのそのまま貼り付けさせてください。で、ここも広めるところが、なぜかダブコーテーションがうまくいきなかったので、ダブコーテーションを直します。で、そうすると、ゲットジオディスタンスといった先ほどあの登録したあのスクリプトの関数を使って、この経度と移動というのは地点 A、つまり今回の場合というと、宿泊施設。 で、この139.77だったり、35.66といったものに関しては、東京駅の,あの経度と緯度の情報になっています。で、これですね、あの関数の引数自体はあの指定ができていますので、この状態実行していきましょうで。そうすることで、この経度と緯度。 そして、先ほど指定した東京駅の経路と移動の2つの地点間の距離っていうのを、キロメートルの単位で求めることができました。あとですね、地図などで可視化をしてあげれば、あの、東京駅とどこが近いのかっていうのはですね、可視化していくことができるようになっています。今回はこの可視化の部分はちょっとスキップをさせてください。 で今回紹介したような形で、スクリプトをですね、登録しておくことであの、計算を作成だったり、R スクリプトの方からですね、呼び出してあの、関数をですね、実行していくことができるようになっております。というところで、私の方で紹介したいものは以上となりますので、ここからですね、弊社の村里の方から、カスタムチャートの作成について紹介をさせていただきます。はい、ありがとうございます。じゃあ、画面のほお今日いたします。 はい。じゃあ、ここからはですね、一番最後のアジェンダ、カスタムチャートの作成について私の方からお話しさせていただきます。で、これまでですね、3つのトピックをお話しさせてきていただきましたが、一番最後はですね、ダッシュボードやノートの中でも R スクリプトは使えるよう、特にですね、チャートだったり可視化のところで使える部分があるというところでお話をさせていただければと思います。で、エクスプラトリー使われている皆様だったり、初めて、まあ、見る方もいらっしゃるかもしれませんが、エクスプラトリーはこのチャートビューというところからですね、チャートのタイプを選択して、一般的によく使われる 作れるよううなチャートといいものは作成していくってことができますで既にそういったところでチャートを作ることができるんですが、R スクリプトを書くことによって、エクスプロアトリの UI ではサポートしてない特定の用途にこう特化したようなチャートっていうのも作成することができます。例えば、ベンズだったりとか、ツリーマップだったりとか、そういったエクスプロアトリの UI でサポートしてないものが可視化できるわけです。 でじゃあ、これどういうふうにやったらいいのかなっていうふうに皆さん思うかもしれませんが、エクスプロラットリーで R スクリプトを書いて、チャートを可視化するときっていうのは、ノートあるいはダッシュボード、この中で R スクリプトを書いていくような形になっています。 でじゃあ、ノートの場合どうなのかなというところで言いますと、ノートの方を開いていただきますと、この画面上部のところにツールバーがございます。こちらの R のコードというボタンをクリックすると、この R のコードを書くためのコードブロックっていうのが挿入されるんですね。こちらの中にチャートを描画するための R のコードを記述することで、チャートの可視化っていうことができるようになります。実際にコードを書いてですね、えー、実行ボタンをクリックすると、例えばさっき紹介したようなベンズのコードを書けば、ベンズのチャートが表示されるというわけです。 でじゃあ実際にですねちょうどこうベン図の話をしたというところもあるので、今日はこうはベン図について話をしていきたいんですが、このベンズってそもそも何なのかなという話をさせていただくと、複数の要素、例えばこれがこう売り上げだったりとか、購買に関するようなデータだとしましょう、その時に例えば、オフィス用品というものを購入している顧客だったりとか、家具用品というものを購入している顧客、これがどれぐらい重なっているのかな、そういったことを実際にどれぐらいの人数がいるのかなという情報を合わせて可視化するようなチャ、えート、こういったものをベンズっていうふうに言ったりします。 で、じゃあ、このベンズっていうのはどういうふうに作ることができるのかといいますと、実はこのベンダイアグラムパッケージっていう関数を使って作成していくことができます。で、じゃあ、ベンダイアグラムパッケージどんなパッケージなのかといいますと、これも先ほど素人の方でいくつかパッケージ紹介させていただきましたが、オープンソースの R パッケージとして公開されているようなパッケージになります。基本的にはベンズを可視化するための関数をサポートしているような R パッケージだと思ってください。 1で一つ注意点がありまして、このベンダイアグラムパッケージの中でベン図を描く関数、これがドローを、まあ、描くという意味ですね。で、ペアアイズというのはこう2つの組み合わせという意味だと思うんですが、このドローペアワイズベン関数というものを使ってベン図を作成していくことができるんですが、このベン図を描くためにはですね、あらかじめ各ベン図の要素というものを計算、集計しておく必要があります。例えばこの青いところというのはオフィス用品の人たちが何人いるんですが、このオレンジ色の人というのはまあ家具用品を購入している人は ですが家具の顧客数がこれ足し上げた数です、足した数ですね、何人いるんですか、重なる部分っていうのは何人いるんですか、こういうデータをあらかじめ用意しておく必要があるというところがございます。 で、じゃあ、こういうデータはどういうふうに作ればいいのかなという話になってくるんですが、例えば、1行が1顧客になっている、この左側のようなデータですね。で、顧客ごとに、この顧客はオフィス用品を購入したことがある、ない。で、購入したことがある人はトゥルーになっている。購入したことがない人はまあフォルスになっている、あるいはケースン値になっている。そういったようなデータがあれば、その数を集計してあげることで、えー、実際にこのベン図を作るためのデータを作っていくってことができるわけです。じゃあ、実際にですね、えー、一緒にこのデータを作っていく いいいくといううころからやっていきましょう今回はですね、あらかじめ、この先ほど紹介させていただいた1行が1顧客になっていて、オフィス用品の購買があるのかどうなのか、あるいは家具用品の購買があるのかどうなのか、そういったデータをあらかじめ作ってるので、ここのデータを使って、えベン図を描くために必要なデータを作っていきたいというふうに思います。ではですね、えー、まずこれ、集計をしていきたいような形になりますので、任意の列ですね、任意の列から、列へータメニューをクリックして集計ボタンをクリックします。 今回は顧客ごとに何かを集計していきたいわけではなく、このデータ全体を集計していきたい形になりますので、グループの顧客 ID というものはなしに設定しましょう。で、まず何を集計したかったのか、オフィス用品を買っている、購入している顧客の総数、えー、というものを集計したかったので、値のところには、このオフィス用品というものを選びましょう。で、オフィス用品ですね、デフォルトの集計関数というような数になってます。つまり、これはオフィス用品というふうになっているのは、オフィス用品を購買した顧客の数というような形になってますので、 せっかくなので名前の方をですね。オフィス用品の顧客数に設定していきましょう。続いて、オフィス用品について、家具の購入している顧客の数というものを集計したいので、値のところに今度は家具を選択します。同じように true の数が集計関数に選択されているので、えー、命名も同じような形にしていきましょう。えー、家具の購入顧客数という形にしていきます。家具の 購入、家具の顧客数ですね。失礼しました。家具の顧客数に設定していきましょう。で、最後に、ここがちょっと肝になるかもしれませんが、次に何を集計していきたいかというとですね、ここは、このオフィス用品。 家具を買っている人つまり、オフィス用品家具もどっちもトゥルーになっている人。例えば、この3行目の人なんかがそういう形になりますが、こういった行の数を集計していきたい形になります。じゃあ、そういった条件のもとに集計をしていきたいときにはどうう、どういう,うにすることができるのかといいますと、最近ですね、エクスプロットの中でサポートした新たなですね、関数を使っていくことができます。この選択のところから、数えたいのは今回1行が1顧客という形になってますので、行の数になっています。ただ、今回は全部の行の数をカウントしたいわけではなく、 オフィス用品と家具っというところが同じになっているところをカウントしたいわけです。でそういうときには、このなしのところの集計関数を選んでいただくと、条件付き値の数、カウント If という関数を選ぶことができますので、こちらをクリックしていきましょう。こうすると、条件を設定するためのダイアログが出てくるんですが、今、この中で設定できる条件というのは、特定の列がどうですよというような条件しか設定することができません。今回はこのオフィス用品っていうものの に入っている値と家具に入っている列の値が同じ時っていうような条件を作っていきたいので今回はこのカスタムというのを選んでください。 カスタムを選ぶと、この条件をタイプするためのダイアログが表示されます。タブキーをクリックするとですね、えー、選択肢が出てくるような形になりますので、オフィス用品というのを選んでください。で、オフィス用品という列がですね、えー、スペースを入れていただくと演算子が出てくると思いますが、等しくなる。何と等しくなるのかというところで、いうとこのオフィス用品と家具が、えー、の値が等しくなるという形で、こういった形で条件を設定していきます。最後に新しい列名を設定していきますが、ここに関しては、オフィス用品と 家具の顧客数というような形になってますので、あらかじめちょっとコピーしておいたテキストを貼り付けておきます。オフィス用品、家具の顧客数というような形で適用ボタンをクリックします。こうすると、このオフィス用品の顧客数、家具の顧客数、それからオフィス用品と家具を購入している顧客数というデータを集計することができるので、実行ボタンをクリックしていきます。これで、ベン図を書くために必要な情報というもの、必要なデータを作ることができました。でですね、じゃあ実際にベン図をこれから書いていこうというふうになったときに、これまで説明させていただいたように、この あるパッケージの管理というところから、ベンダイアグラムというパッケージインストールしていただければご利用可能になっていますが、今回も私の方ではインストールしているというところで皆さんにも何度かお伝えしているような形になっていますので、このままですね、このベンダイアグラムパッケージの関数を使って実際にベン図を可視化していきたいと思います。じゃあですね、実際に R スクリプトを使ってチャートを作りたいときっていうのはノートを作っていくことになります。ちょっとさっき私が練習してたものノ残ってましたね。失礼しました。で、このノートを開いて、実際にこの R スクリプトを使って可視化を したい時っていうのはこの R のコードというところをクリックするよという話しましたでこのコードブロックが挿入されるのでこのコードブロックの中に えー、このベン図を書くための関数を書いていくような形になります。で、じゃあ実際に、ベン図を書くための関数、どんな関数になるのかというところを簡単に補足させていただきたいんですが、まず、ベン図を書くための関数、特に2つのベン図、2つのカテゴリーが重なるベン図を書きたいときっていうのは、このドロードットペアワイズドットベン関数というものを使っていきます。今皆さんと一緒に、えー、皆さん、今作ったデータはこういった形のデータですね。で、このデータを使ってどういうふうに設定していくのかというところで言いますと、このドローペ ペアワイズベンという関数の中で引数を選んでいくような形になるんですが、まず一番最初にはこの各カテゴリーの観察対象の総数。で、実際に作ったデータフレームだったり、あるいはデータフレームの列を参照するときというのはですね、データフレームをタイプして、このドルマークをつけて列名をタイプすると、そうすると、今回このセールスデータというデータフレームを使ってるんですが、セールスデータのデータフレームからオフィス用品の顧客数の情報を取ってきますよと、そういうふうに指定することができるような形になります。 なので、セールスデータのオフィス用品の顧客数、それからセールスデータの家具の顧客数、それからえ一番最後のオレンジ色の部分というのは、両方買っている顧客数ですね。これを各々の指定してあげると、ベン図を書くことができるような形になります。で、こういったチャートを作るときというのはですね、例えばベン図にどういった要素を表示させるのか、あるいはベン図の円の線のタイプ、これ LTY ってなってますが、ラインタイプの略ですね。じゃあ、これこういったものを設定すると、特に線のタイプは設定しないよというものを 設定したり、あるいはベン図で使うような色の設定だったりとか、フォントで何を使うのか、そういった情報もこのドラをペアワイズペン関数の中で設定していくってことができるような形になっていきます。じゃあ今回はですね、あらかじめ私の方で作った関数がありますので、そちらの方をですね、実際に貼り付けていきたいと思います。今回はちょっとこれ丸ごと貼り付けていきますね。こういった形で今紹介した記法にのっとって関数を書いてですね、実際に実行ボタンをクリックしていきましょう。そうすると、今、 ごめんなさい、ベン図を可視化することができました。じゃあ、このベン図はですね、じゃあ実際にダッシュボードの時にはどうやってやっていくのかっていう話があると思いますので、その話に入っていきます。ダッシュボードでカスタマー、R スクリプトを書いてチャートを 可視化したいときっていうのは、えー、どうするのか、ダッシュボードをあらかじめ作っているものがあるので開きましょう。で、こちらですね、ダッシュボードの中で R スクリプトを書いていきたいときっていうのは、このテキストを追加というボタンをクリックします。そうすると、テキストを記述するためのこのブロックというのが追加されますので、この中でタイトルとテキストの編集というものをクリックします。このテキストというですね、テキストの編集のこの中でですね、R スクリプトを書いていくっていうことができます。 じゃあ、こちらにもですね、先ほどと同じような形でですね、あらかじめ用意している、先ほど使ったスクリプトっていうのがあるので、こちらを入れていきましょう。ちょっと大きすぎるので、試し,しましょうか。で、こちらであるスクリプトをですね、入れることができたら、最後にこちらのチャートの名前を設定していきましょう。こちらの名前はオーセフィス用品と各用品の顧客数というような形に設定していきます。こちらで更新ボタンをクリックすると、実際に入力したテキストが反映をされます。 最終的にはこちらの実行ボタンですね。こちらをクリックすると、この裏側でこのコードっていうのが実行されて、えー、R スクリプトが実行されて、ベンズが可視化をされるというような形になります。で、今回は2つの、えー、要素が重なり合うベンズというものを紹介させていただきましたが、こういった要素を増やすようなベンズっていうのも、えー、このベンダイアグラムパック ととといいううものを使っっててくと、えー、作るることができるよなな形になっていますそういったベン図のところを含めてですね、この R スクリプトを作ってたチャートの詳しい作成方法というのは、この我々が公開している How to チュートリアルページから、えー、先ほどのデータラングリングだったりと、データソースというところと同じような形で確認いただけます。具体的にはですね、このエクスパトリのマナー部の列メニューから How to チュートリアルを選択していただいて、カスタムチャートというメニューをクリップしていただくと、この R スクリプトを使った、えー、チャートの可視化というようなものに関 そういうようなハウトゥの情報が出てきますのでぜひぜひですねご参照いただければというふうに思いますはいじゃあここからはですね最後のまとめというところで、えー、西田の方にバトンタッチさせていただきますありがとうございますそれでは行、えー、きましょう Okay、では最後にちょっとまとめて終わりましょう。えーとえーとえー、と今日はですね、えー、とこのエクスプロトリーをどうやって機能拡張していくかって話をしました。でそこではキーとなるのはエクスプロトリっていうのは基本的にこの R の実行環境、もしくはランタイムの UI であるとここがキーだと思うんですよね。なので基本的には他のコンソールだとか RStudio だとか他にもたくさんツールがありますけどもそこでやるのと同じような形で、まあ、R の,あのパッケージをそれこそ2万近くあるわけですからそこからまあ自分に合ったものを自分の必要 条件をを満たすようなものを見つけてきてきインストールする、インストールする必要ないものも今日のデモでありましたよね。ただあのシステムとして入っているけれども、別に UI とはなっていないような、そういうのも含めてあの使っていくことができますよと。でどこで使えるかっていうのが、まあ、今日もあのデモしたように R スクリプトで使ったデータソースですね、データにアクセスするために使ったりだとか、それから計算を作成というところで使ったりだとか、それからステップ自体ですね、データフレームを受け取ってデータフレームを返すような、そんな処理でも使えますよとで。最後にデモしたのが このダッシュボードノートのところで、まあ、よくあるのはこうカスタムのなんかチャートを作りたいみたいな場合ですねもうデータの方は加工し終わってるからあとは別の,なんかあのチャートを作りたいみたいな場合ですね。 で、一つ気をつけなくちゃいけないのが、じゃあどうやってそういった R 関数を使えるかってことなんですけども、まあ、あの大方はこれ、そのまま使えるっていう場合が結構あります。で、その場合は、まあ、その関数を、この計算を作成、もしくはさっきのデータラングルのステップのところでそのまま指定するっていうのもいいんですけども、中には、えー、今日の、えー、なんかこう、ある地点とある地点の距離を計算するための関数みたいなのは、あの実は、 関数としてあるスクリプト、あのスクリプトエディターの方で関数を定義しないと使えないという話がありましたね。ですので、その場合はもうこうやって書いて、でその関数をこの計算を作成、もしくはさっきも言いましたけれども、ステップとして あの使うような関数であればそちらの方で使っていくことができるようになります。で、今日なんかこうでいろいろ話してあの慣れてる人は、あのあ、なるほど、じゃあ今まで自分がもう R 使って,てるからそのまま使えるんだなっていう形で聞いていただけたかもしれないんですけども、R にそんなに慣れてない人は、なんかこういろんな新しい単語、新しい言葉が出てきてちょっと混乱している人もいるかもしれません。で、そういう時はですね、私たちにこのチャットの,あのウィンドウか まあメールでも何でもいいので、あの連絡してきてください。こういうことがしたいんですけどっていうのをあの私たちの方で受け取ったら、すでに結構なんかノートとして作ってるものもあったり、それから私たちの方で調べる、ですぐ分かるようのもあったりあのすると思いますので、その際は支援させていただきますので、あのぜひ、あのちょっとあのいつでもお気軽に連絡してきてください。 でえーとまあ、今日のセミナーはこれで以上となります。で時間ちょっとオーバーしているので、最後ちょっと簡単に告知の方だけ行きますあの済ませますね。次回のセミナーですけども、えー、と今、日本は確か明日からゴールデンウィークが始まっているという話ですので、来週はあのスキップしますで。その次の週ですね、5月12日木曜日になりますけども、マーケティングミックスモデルというのをあの紹介をしていきたいと思います。こちらはまだエクスポートの方で UI としてはサポートされていないんですけども、まあ、さっきのまさに今回やったように、あるパッケージ はあるんで,すね、ですのでちょっとそちらの話を皆さんと共有できればなっていうふうに思っています。 でえー、っとそれから今週の木曜日ですね、使い方セミナーっていうのがあります。これ毎月開催してるんですけども、今回はもうエクスポートリをあを初めて使う人ですね、もう一から使うっていう方のに向けたセミナーであの、ベーシックなエクスポートリの使い方みたいですね。あの最近はなんか貸し方とかデータの加工の仕方みたいな使い方セミナーやってましたけども、今回はベーシック、基本的なエクスポートの操作に関するあのセミナーになっています。でそ<れ>今週の木曜日じゃなくて、今日今日ですね。 あすみません、今日ですね、木曜日。えー、と日本時間の木曜日ということは今日になるんですね。そうです明日があのゴールデンウィークが始まるので、今週は金曜日じゃなくて、木曜開催でした。すみません、今日の、えー、と夕方5時からになりますで、えーとあ。見つけ方は私たちのホームページの学ぶの下のデータアカデミーに行っていくと、エクスポートの使い方セミナーというセクションがあるので、そちらで詳細をボタンをクリックすると、 あの詳細ページが出てきますのでそちらからぜひあの参加 URL を探すあの申し込んであのください。であとですねあのいよいよデータサイエンス勉強会っていうのが近づいてきましたこちらはあと2週間後ぐらいですねにやりますのであのまだ申し込まれてない方はあの席もまだ余っていると思いますのでぜひこの機会にあの、えー、申し込んでぜひ参加してみてください。 であと最後になるんですけどもデータサイエンスブートキャンプですね今回は3日間全日コースそれから10日間夜間コースっていうのをやってますので。 えとスケジュール的にはこんな感じですね、3日間は5月18日、19日、20日、これももうあと3週間ぐらいになってきました。でえー、と5月4日が締め切りですので、受付の,きあのし、えー、と参加、受付締め切りですのであの、もし興味のある方はぜひこの機会に参加してあの申し込みください。それからもう1個、あの夜間コースの方ですけれども、こちらは、えー、と今月の終わりですね、廃割の方が終わりますので、まあ、こちらもあの興味のある方はぜひこの機会に活用してください。 Okay、それでは、あのこの今回のセミナーを含め、それからこの将来、こういったセミナーをしてほしいというフィードバック、それからどんなあのあのエクスポートリーを使ってて質問だとか相談したいことなどがあれば、お気軽にあの連絡してきてください。私のメールの方は can.export.io になっています。 それでは皆さん、ちょっと時間を押しましたけども、本日はセミナーの方、ご清聴いただき、どうもありがとうございました。で、今からですね、ちょっと Q&A ということで、まだ残っている方がいらっしゃれば、ぜひ言ってください。